内川さんにはマイク持たせないでください。話が長くなるんですけど、ね、崖って石丸に拒否された。しかももうボランティアの人たちが石川さんこうですとかって一生懸命やってピュアな姿見てると感動しちゃってね、あなたは所詮お金もらってやってんじゃないですかって言われて、はい、何言ってんだって、僕もボランティアですって言っちゃって、ね、引き下がれなくなってしまったというのが原因です。こんないい体験させてもらうならね、逆にお金出してもいいや、相当あのブレーンを集めて制作所作らせたの、はい、それをどさっと渡したけども捨て置かれた。だからムカッとくるよ、ああもう僕の資産ではもう蓮舫抜けるからって言うと、えっ、そんな、なんかよっぽど根拠が全くなかったんですけど、仮にもし石丸塾じゃないけども、まあ一人10万円にして3000人来てくれれば3億でしょ。そっから、そう、衆議院選挙に代表選手を送ると。まあ1区とかね。1区とかね。あ、違うか。7月22日、都知事選で石丸伸二氏の選挙参謀を務めた藤川慎之助氏が衆議院東京都第15区選挙区江東区支部長の金沢由衣氏と対談を行いました。そこでは選挙参謀ならではの視点で石丸伸二氏について語っており、これまで明らかになっていなかった選挙の内側の話もされています。藤川氏が石丸ミラクルとまで言う今回の選挙、果たしてどのような話をされたのでしょうか。早速見ていきましょう。選挙の神様と一躍時の人になった藤川慎之助さんにゲストで来ていただきました。よろしくお願いします。藤川さんの選挙100何十回やってるんでしたっけ。144回目だったんですね。今回石丸さんの選挙参謀をされた、はあ、そうなんですね。どうでした。いや、もう全くね、偶然だったんで、はい、僕の友人が、選挙に非常に明るい友人が、はい、まあまあ、都知事選挙のような、こんな大きな選挙に出ると言っても、あくまで秋高田市の 2万7千人の小さな選挙しか経験してないのに、それは無理だよと、まあ、これ、藤川に頼んだらどうだとアドバイスをされて、はい、ここに会いに来られたんですね。はい、でぜひお願いしますって言うから、はい、ちょっと考えさせてくれって言ってお別れしたら、はい、まあ彼は次の日に、お世話になっている、このね、ドトルコーヒーの鳥羽会長のところにご挨拶に行かれて、はい、それは鳥羽会長が手紙を出して、それで上京したら会いに来いよっていうことで会いに行ったんですけども、はい、で、その時に会ったら、藤川さんを口説いてくださいというようなことを言われて、で、鳥羽会長からその次の日に電話がかかってきて、石川君って一生のお願いだと。一生のお願いって。一生の。そんな大げさな話と思って、実は先ほどまで、石丸君が来てたんだけれども、なかなかいい男だし、もう日本を救うのは彼しかいないと。はい、だから、選挙参謀を引き受けてくれと。どうしたらいいんだって、今すぐ答えを出してくれ。で、電話かかってきたんです。はい、どうしたら、それはあれだけのね、方から直接そうやって言われて、これは断るわけにもいかないなと思って、はい、ちょうどみんな、うちのスタッフが揃ってた時なんで、明日からちょっとこれ1ヶ月間大変なことになるぞと。だけども、やれるかって言ったら、まあみんな、私が言った不祥不祥やりますと。やるしかないというふうになったので、まあ会長をお引き受けしますと言って、それが確か5月の28日だったんですね、はい、そして彼が6月の9日にその離任して、はい、もう本当に選挙は6月20日ですから、ね、えって焦りながらまだ来ないのかと言ったら来たのが12日なんですよ。1週間ぐらいしかない選挙は、ね、そうで会った時に何を言ったかというと、石川さんボランティアを集めて、まあ、お金もあんまりないからできるだけボランティアで応援してもらわなきゃダメなので、あの、石川さんの計画によると、はじめ、ポスター貼りは、業者に頼むようなことになってるけども、うんうん、ちょっと、東京23区でもボランティアでできないでしょう。いや、もう今日はね、15日だよと。20日がもうスタートなのに、もう全然ないじゃないかと。で、とりあえずって言って15日の日に、じゃあ一回ボランティア説明会をやろう、はい。で、みんなに呼びかけた。そしたらその間に、毎日のようにどん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 ボランティアの登録が増えていってて、2000人をオーバーしたんです。ね、あれびっくりしました。うわーって。
でもまあ300人ぐらい集まってくれるだろうなと思って声かけてみて、はい、たまたま TPK という市ヶ谷の事務所をお借りしたら、うん、上が700人のホールがあって、はい、なんと来たのが1500人。入らないじゃないですか。倍来たから2部制にして、下でずっと、ね、待ってもらってた。そしたら、ずらーっと並んで、それを見て、ね、なんと石丸さんは、あれ、すごい人がいるけども、新しい、ドーナツ屋でもできたんですかって違うよって。何言ってんだよって。あんたのためにみんな集まってるんだよ。っていうのが現実だったんですけども。それすごいですよ。すごい話でしょ。これがまあ小さな一つ目の奇跡だったんですけども、その時に、皆さんに、申し訳ないけれども、ね、そんな資金力もないし、はい、ボランティアでポスター貼ってもらえませんかって言ったら、うん、で、20日の日に、なんと、全部貼ってくれた。いや、あれすごかった。早かったですよ、やっぱり。そう。しかもうちが結構ね、一番のとこもあって、こんな選挙の例はないんじゃないのかなと、思うぐらい、すごかったね。それで、少子張りっていうのを1日目やるんですね。それが30万枚。その少子張りも、なんと2日で終わっちゃうんですよ。いや、それすごいですよ。ガンガンやって。だから、このボランティアっていうのはすごいな。だから、我々市川事務所と、プラスボランティアで選挙をやったみたいなもんでですね。うん、もう本当に、ある意味で、うちの事務所で全てやれるっていうことがあったんで、つまり、まあ、私の仕切りのもとで選挙やれる。本当ですね。これは面白いな。今までだと、誰かのお手伝いっていう形はあって、まあまあ、自分独自でやれるというチャンスが、なかなかなかったもんですから、つまんないなと思ってたんで、これはいいやと、まあ、やれるだけやってみよう。ということで、まあ、一番初めに考えたのが、はい、やっぱり、YouTuber として、YouTube の世界では有名でも、そうです一般の人からではほとんどもう、うん知られてなかった。そう。調査をしてみると 15% 知ってる人が。はい、そんな低かったんですね。だから、もう全然、それではダメだなと。知事選で言ったら低いですね。思って、まずやっぱりオールドメディア、はい、テレビや新聞に、やっぱり取り上げてもらわないと、これはダメだなと。たまたままあマスコミに対しては強かったんで、はい、とりあえず某四大師のうちの一師に、ね、私が参謀なるからって言ったら、あ、藤川さんがなるんだったら面白いんで、石丸版を作りましょう。って言って協力してくれた、はい、そこの系列のテレビはもう初めから密着入ってくれた、はい、だから選挙までの間にそういう体制を作ろうと思ったんで、うん、そこは選挙までに来てくれた唯一のテレビ局と新聞社だったの、うん、あとも全く無視そう、ねね、全然相手にしてくれなくて言ってましたよね記者会見やっても、まあ、某新聞社が幹事会社なのに質問も全然しないしやる気もないの、だから私が全部整理してやったら一匹狼で来てるフリージャーナリストから、だいたい幹事会社が仕切るのに、なんであんたが仕切ってんだとかって言ったら、それ見ました。来て、しょうがないだろうつって、こっちがやらざるを得ないんだから、つって。何言ってんだとかつって。ねそれだからあんたを一番目に、俺は当ててやったんだろうって言って、そう、そんなことを思い出しました、今となっては想像がつかないですけど ね、そんなに来てなかったわけですね。そうなんですよ。どこも。で、だいたい一周目が過ぎた頃に、はい、まあ、初めは50万票ぐらいかなと私は思ってたんですけども、一周目が過ぎた頃に、あ、これはもう100万はいったな、というふうに思い始めて、うん。よしと、次は蓮舫を抜かなきゃダメだ。いや、それすごいですよ。で、初めの頃、まだね、マスコミが興味ない時に、どうやったら興味持つだろうと思ったから、あ、もう、僕の資産ではもう蓮舫抜けるからね、って言うと、え、そんなバカな。蓮舫抜けるんですか？だから注目してなかったら後で損するよって。うん、で、今だったらいつでも取材できるからとかして。そればっかり言ってたわけ。そしたらみんな、藤川さんが蓮舫に抜けるっていうのは、なんかよっぽど根拠が全くなかったんですけど、ね。なかったんですか、根拠。いや、根拠があるんだなと思って、思ってチラチラとこう、こう、関心持ち始めるんです。そして、20日から大、で、告示が始まって、ダーッと行ったら勢いがついたっていうのはなぜかというと、どこで会合をやっても1000人以上集まって、うん、もう、びっくりしたです。で、はじめ警視庁で1000人、はい、で上野で2500人とかね。もう何なんだこの人はと。ありえないですよ、そんな。銀座で4000人。ありえない。うわ、すごいって。これは、もう、だって朝 X で上げてるだけで、あれだけの人間が集まるわけだから。いやー、すごいですよね。もう、帰って今度は悩みは、
あの折り返し点からの向こうの悩みっていうのは、はい、もうそんな大きなところでしかできなくて、小さなところで本当はやりたいけども、やると集まりすぎて迷惑をかけちゃう、はい、だから告知しないでやろうって言って、10回は告知しても10回は内緒でやるというゲリラ作戦をやって、はい、延べ240回ぐらい、結構やってたんですよね、演説会をやったわけ。そしてなんと計算すると10万人超えたんですよ、ね、おだからでかいライブ本当ですね、できちゃいますね。そうできるぐらいの人数が石丸に関心を持って集まってくれた。ちょっとあんちゃんみたいな YouTuber がいたんで、ね、あの今どれぐらいの人がそこで見てるのとかって聞いたら、市川さんそうっすね7000人ぐらいですねとか7000人も見てんのってこっちこっちこっちとかって言って、人は見かけによらないし、はい、そうです、すごいんですよ。いや相当見てたですね。それでね、ある新聞社がその全てそれを調査して、はい、どれぐらいの再生を見られたんだろう、うん、いうのをあの選挙中調べてみたら、なんと1億5000万回。すごい、ね、で10万人の人が集まり、その向こうで100万200万の人が見てて、そして全体で1億3、その5000万回もされたわけだから、そりゃ知名度が爆発的に広がって、ね、なんと面白いのは、はい、うちが、その市の中心地で会合をやったところは全部蓮舫を抜いてる。ところが、それをやらなかったところは全部蓮舫が勝ってる。じゃあ、まあ知られてなかったってことですかね。そう。だから、彼の良さが。しかも1000人とか集まるからみんなびっくりしちゃって、はい、街中が、え、なんか今日駅すごかったらしいわねって言って、うんうん、みんな噂するんで、ね、口コミで知名度が出て、ね、あの石丸っとこすごいわよってこうなって、うん、あ、見とけよかったみたいなことになって、だから行ったとこは全部買ってるんですよ。で、行ってないとこは全部負けてるんです、ね、この例、うん、だからこれはいいなと思って、オーソドックスに全部できるだけ回ろうって言って、だから最終的にはもう本当にきめ細やかく、各地域に全部回って、しかもボランティアの人の中でそれをどこでやったかっていうのをコンピューターに全部こう地図にやってくれる人がいて、あ、ここやったんだ、それと確認団体ビラっていうのを配るんだけども、はじめ30万枚だけ作っておいたんだけど3日で消えちゃって、30万もなくなって、それでまた50万追加とかって追加して、そしたらもうどんどん配っていく。ありがたい悲鳴だ。そしたらその配ったとこも全部ここっていうのをパッと見たら分かるようになってる。もう優秀で、普通にそれ業者に頼んだら何十万もするだろうけども。そうですね、何十万もしますね。そんな選挙になったんで、いい人材が集まってる。これはね、自分にとってね、うん、もう初めての体験だし、144回目にして、極めて初めてネット選挙が10年目。うん、そうですね。ネット選挙のまさに申し子みたいな、その彼を応援することによって、うん、こういう体験ができたから、しかももうボランティアの人たちが、石川さんこうですとかって一生懸命やって、ピュアな姿見てると感動しちゃってね。で、ただある時ボランティアさんとちょっと揉めて、はい、あなたは所詮お金もらってやってんじゃないですか。うん、私たちはボランティアよって言われて、はい、それでもうなんかやけくそで、何言ってんだって、うん、僕もボランティアですって言っちゃってて、ね。で、ボランティアやるしかないです。後ろに引き下がれなくなってしまったというのが原因です。で、ちょっとしまったなとか思いながら、まあいいやつ。そうですよね。ボランティアでやってるんですよね、ほぼ。そう。こんな、いい体験させてもらうなら、ね、逆にお金出してもいいやと思うぐらいの気持ちになったと同時に、ね、初めて会った、その石丸、はい、そのね、真嗣というこの男というのは、はい、私にとってみたらすごく好青年だったと同時に、うん、まあ話をしてても、彼なりのポリシーをちゃんと持ってる。はい、で、何を言っても決裁しようとしないの。ものすごく慎重に考える。で、決めたらパッと決めるんだけれども、うん、例えば、標語だって東京新時代とかいろんなこと出したけども、はい、それはみんなが使ってる二番煎じだから嫌だと言って、東京を動かそうになった、はい。でも東京を動かそうってどっかで聞いたことあるなと思ったら、あれガンダムじゃないけど、なんか漫画から来てるんだよね。ああ、漫画ですね。彼のは全て漫画から来てる言葉が多い。結構使ってる言葉漫画多いと思います。そうなんですよ。なんだ、それだったら初めから言ってくればいいじゃんとかって。ねえ、なんかみんなで頭抱えて、ね、年寄りが苦労する必要なかったのにと思うぐらい、自分の思いを持ってて、はい。持ってたわけですね。で、彼は、藤川さんって、政策は一切語らない。私は、ね、今、政策なんかでね、票を入れてくれる人って日本人ではほとんどいないんだと。
みんな人柄、はい、この人だったらいいなというそのポイントをね、やっぱりきちっと、だから自己紹介をして、はい、そして、まあ、その中で私が力点を入れるのはこれだと、はい、根本のところね、だから政治家の一層を含めてね、はい、あるいは経済、はい、そういうことを語る、だから自分のことを語った方がみんなが共感してくれるから、うん、しかも15分から20分以上語っても誰も聞いてない、はい、熱い炎天下で迷惑かけるだけだ、ね、だからもう早く終わるというのが彼のポリシーで、だから藤川さんみたいな演説方式は嫌なんだと、選挙らしい選挙は一切やらない、いやそうでしたね、だから語りかけるんだと、はい、だからそれを認めてくださいというか、うん、いいよいいよと言って、うん、でその方式でやったらあれだけの人が集まり、かつ最初から最後まで全くブレずに同じ話をし続けたわけ。それが驚きました。普通はね、途中でみんなね、しか、でもあいつ全然中身ないぞと。うん、何言ってんだ、政策なんか全くないじゃないか。なりますよ、普通。何言ってんだ、はい、って言われたけれども、それを彼に伝えたら彼は、なんかそんな人なんかどうでもいいんですよ、と。分かったようなことをしてるけれども、じゃあ公約言った人が公約をちゃんと今までやってくれたんですか。日本で公約をちゃんとやってくれた人なんて見たことないですよ。みんな嘘ばっかりついてきたじゃないですか。僕は嘘はつかないんです。だから思ってる本音を言うだけですと。それを分かってもらえればそれでいいんですと言ったら、9割の人はそれで納得したわけですね。来てくれてる。1割の人たちは、なんだか中身なかったな。こんなでよくみんな拍手するよとかね。悪口言う人はいっぱいいたわけです。でも彼は一切気にしなかった。まさに彼の考え方の方が当たってたから、10万人の人が見に来てくれて、そうですね、そして165万票という票が入ったわけであってね、うん、僕らの知見で、いや、そうだって言って、実は相当あのブレーンを集めて、はい、制作集作らせたの。で、それをどさっと渡したけども、一号だにせずに、捨ておかれた。いや、向かってくるよ。いや、それはそうですね。今までだってね、ずっとこっちの方が経験も多くて、いろんな人勝たせてきて。だからそれでは、もう、古いね、昔ながらの世代、自民党の支持層とか、はい、そういうところはなかなか票取れないよって言ったら、もういいんです。若い人と、とりあえず、不動票、そこを狙いますと。でも、あとは、もう無理ですと。だから、20代、30代、40代の初めぐらいは、もう完全に、都知事を凌駕した、はい。あと、なんと、その不動票も初めは向こう4に 1.5 だったのが、4、うんが 3点こっちが5で、ね、1.5 ぐらい、あ、1ぐらいになっちゃって、うん、うちが、都知事を超えてたんですね。超えてたわけなんです。不動票において。すごいですね。だから彼の慧眼というのかな、うん。どんなに文句言っても、彼の発想の方が当たったからあんだけの票が出たわけであってね。だから今回の選挙はね、みんなね、藤川マジックってみんなよく言ってくれたけども、はい、そのためにマスコミにも、いやいやって、今回は私は大したことないですと。これはもう石丸ミラクルです。石丸ミラクルが成功したんだということを言って、はい、るんですけども、いやだって、まあ、ただまあ選挙体制を作ったりとか、そうですよね、戦える、だからうちがいなかったらあんな選挙はできなかったですね。そもそも選挙できてないと思います。はい、私も演説聞いたんですけど、うん、確かに今までの良くも悪くも政治家っぽくないんですよね。全然政治家っぽくなくて、しかも本当に自己紹介して、まあ、ちょっと政策というところをやられて、そう。で、最後にちょっと志、みんなで頑張ってこうって呼びかけをして、でも、政治家っていう目で見ると、政策ないじゃん、何やんのってなるんですけど、なんか惹かれるところがあって、そう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 、しかも、飽きない、うん。ちょうどいい。もう、大体政治家って話長いなってなって、飽きるんですけど、それもなく、ちょうどよく、あ、またちょっと聞きたいなっていう感じで終わる感じが、すごい、うまい。そうなんです。だから、うん、初めの頃は誰も司会もいないし、あれだからしょうがないから私マイク持ったんですよ。だけど2、3回やったらもういいやと思った。はい。で、ちょっとだけ、大きなところで1回やろうと、あ、銀座か。はい、銀座4000人もいるし、うん、これはどんな感じかなと思ってマイク持とうと思ったら、はい、藤川さんにはマイク持たせないでください。話が長くなりました。ガク。ガク。西丸に拒否された。って思うぐらい彼は頑固で自分のポリシー持ってて徹底してたんですね。はい、で僕は彼の感性はちょっと僕らみたいな
普通、僕みたいな普通の人間から見たら、超えているなというふうに思って、はい、もう信用するしかないな、信頼するしかないなと思って、鳥羽会長にも、あとね、橋田さんにしてくれた、はい、あの、清本さんという、はい、KDDI を作ったね、はい、すごい創業者の会長にも、会長って、あの、会長の頭で言えば、いろいろ批判あるかもしれないけど、うん、信用しましょう。って言って、分かった。って言って、頑張ったんですね。そしたら結果、まあ、あの、予想以上、僕はもう正直言って、168万票を目標にしたんですよ。おー。それ何かって言ったら、東国原が取った票なんです。はい。だから、あれ同じ無所属で、そこまで行くんだなと思ったんで、はい、これが点だなと。じゃあ、これを乗り越えれば、の、東国原に勝てるからって言って、はい、途中、あの、たけしさんが、YouTube を見て、こいつ面白いな、東国原来いよ。こいつに会ってこいって言われて、で、選挙中に会いに来て、で、はい、そう、その、対談してくれたんですよ。はい、だから、気づいたのは、たけしさんなんです。だから、たけしさんってやっぱりすごいなと思ったんだけども、で、私は168万票超えますからって言ったら、それは絶対無理だよって言ってたから、よしと思って、はい、絶対超えてやろうと思ったら、167万5千円ぐらいだったから、そうなんだ、160万票。足らなかったのは、なぜかというと、もう一人石丸が出て、そうだ9万票取ったんです。それ流れてますね、あれは全部こっちのもんですよ、本当は。100% 流れてますね。そう。もうちょっと信じてない。それがあったら、過去の無所属票の最高峰に立てたのに、本当ですね、これが未だに悔しくて、しまるのやろうと思ってるわけですけれども。ね、ちょっと名前、下の名前までってちゃんとやっとけばよかった。みんなわかんないから書いちゃった。そうですね。その辺の対策もうちょっとすればよかったなと思ったの。結構その石丸さんの選対って、熱量がボランティアにあって、普通の政治界隈とかだと、手伝いに行くとしても、まあなんか、同じ政党だから手伝いに行く。でもやる気のない人も正直いっちゃう。だからちょっと、でも。広島からの人多かったけれども、北海道とか沖縄から来て。そんな全国から来たんですね。泊まりがけで来て、そして自分の知ってる東京の友達のとこ歩いて帰っていくんですよ。はい、全部自費で来るんですよ。だから10万ぐらいかかってるでしょ。でもその熱量がやっぱ違うと思いました。いっぱい来るのね、親子で来たりとか。なんだこれはだかと思うぐらい、石丸、なんていうかな、この底辺での石丸人気っていうの、これは外へ出てないけども、マグマのように温まってるなと思って、ね、これはすごいと。だからこれがマスコミは全然見てないなと、こう思ってたんですよ。だから、必ず外れるぞ。ね、君ら石丸をよく見てもらったら損するぞって、初めのこと言ってたけども、真ん中になったら急にドゥワーッと来始めて、ね。で、まあ、たまたま私は、そうやって初めから言い続けてきて、まあ、形式上、ね、蓮舫を抜くって言ったら、藤川さんの言う通りになりましたねって言って、うん、マスコミの連中みんな言ってくれるから、はい、今いっぱい呼ばれて、すごかったですねとこうなるんだけども、まあ、たまたま、まあ、はったりを言うことで、彼を大きく見せて、そして引きつけようとしたんだけども、たまたま当たってしまったと。いやー、でもすごいです。やっぱりこの140何回選挙やってて、本当にやっぱ異質でした。うん、異質。だから異次元の、少子化対策って言うけど、これは異次元の選挙だよね。いやここからちょっと選挙のやり方がね、もう変わりそうな、歴史塗り替えそうなぐらいの形ですよね。変わると思いますよ。僕は今まで、地上戦が5割、で空中戦4割、はい、SNS で1割、こうずっと、まあ、たまに呼ばれて講演するときは言ってたんです。はい、だけど、地上戦5割は変わらない。はい、だけども、これから空中戦は、まあ、2.5 割にして、こっちも 2.5 割ぐらいしないと、ダメな時代が来るよね、と。いうふうに思ったよね、率直に。今までの1割説ではもう無理だな。それぐらい影響力があると同時に地上波とこのネットがうまくハイブリッドしたから、あれ大成功したんだよね。そうですね。だからここが来なかったらそこまでのフィーバーは出なかったと思うんですけど。なんだかんだまだ地上波強いですからね。彼は運が強いなって思いましたね。いや、今後もうずっと今引き手あまたですからね。はい、毎日のようにテレビ出まくって。いや、今後どうしていくんですか、石丸さんと藤川さんたちは。まだね、はい、選挙後ね、一回も喋ってないの。え、そうなの？お互い忙しすぎて。いや、それもあるけれども、やっぱり自分で考えろと。ああ、どうしたい？僕らからこうしろっていうのはいくらでもあるけれども、って言いながら、補完出てはこうした方がいいっていう話ばっかりしてて、それを橋本さんが、いや、選挙参謀された藤川さんが、やっぱり都議選が来年あるから、うん、そこに石丸新党で出した方がいいような話をされてましたよとか言ったら、いや僕は聞いてませんけれども、選挙の神様がそうおっしゃるならば、って言った時に、
そうですよ、どんどんやった方がいいよって言って、橋本さんに言われたら、前向きに考えますって言って終わっちゃってるのね。やばいとかと思ったけれども、いや、これはまだ本人には言ってませんがということで、言ったのが、彼は何を目指して今日、はい、市長を辞めてきたのかって言ったら、都知事だと。で、なんで都知事になりたいかって言ったら、日本を変えるのには、もう大統領制度である都知事になることが一番早いんだと。それはまあ理にかなってると思います。で、国会議員になったって、総理になるまで何十年もかかるし、ね、なれないかもしれないし、はい、かつ、国会議員にやったら何百分の1の力でしかないわけだから、日本の中心地でやれば、日本を変える一番のチャンスだと。はい、思って都知事を目指すんだから、そこからブレるわけにいかないわけで、あくまで王道を歩むべきだと。だから彼は国会議員になることも本当は興味はないだろうし、だけども彼は YouTuber だから、わざとパッと頭がいいし、はい、まあ、おちょくってるとはおちょくってるけれども、ね、広島一区で出るかもしれませんみたいなこと言ってみたり、ね、あるいは国会議員だって一応選択肢の一つですって言ってみたり、はい、絶対否定しないわけよね。うん、あれは、それを沈黙させるためのいい手ですよね。やりません、やりませんって言ったら、もうそれで終わっちゃうわけです。頭いいなと思ってね。石丸さんって石丸公文みたいな感じで、あんな感じですけど、実際だからもっと優しいというか、もう全然全然割と常識人というか、あれなんですよね。当時の三菱 UFJ 銀行の仲間なんかに聞いてみたら、すごい真面目で、はい、やり手でね。だから全然、あんな世間に失礼なね、態度を取るような人間とは思わないってみんな言ってたよね。で、筆さんだっけ、経産省出身のテレビによく出るコメンテーターやってる、はい、人がね、彼はゲストは平等と真ん中をこう通って自分の席に来るけども、彼はちゃんと後ろからね、はい、こう来たのを見て、あ、彼はできてるなと、人間が、っていうふうに思って、だから私は信じますというふうに言ってくれてるのね。これが大きくて、ああ、そういえば俺も真ん中から行ったな、とかって思いながら。で、まあそういう意味でね、はい、橋本さんなんかが、まあ今の維新にちょっと橋本さんも批判的だから、ね、石丸頑張れ頑張ればっかり言ってるんで、ね、石丸さんも、じゃあ橋本さんと泉さんも呼んで、新党を作ったら面白いですよと、ああいうのをパッと言えるのはね、そしたらそれがプラッとこうまた。いや、そうですね。で、泉さん怒るわけ。俺はそんなの考えてねえよ。それを分かって言ってるので、ね、はい、うまいなと思って。うまいですね。結構今の政治に本当にもう国民はもう嫌になってるんで、やっぱああいう破壊してほしいじゃないですけど、ダークヒーローじゃないですけど、そういう人が来てほしいって中で、本当にいいタイミングでああいう人材が現れたなっていう。まあ全然雰囲気違うけども、日本のトランプみたいにね、想像的破壊ですよ。だからちょっと面白いなと思ってるんです。で、私の構想はもう石丸新党を作って、そして都議会30議席ぐらい目指して、はい、全部出す。どんどん出す。ね、だけども、その前にたまたま、まあ仮にもし、石丸塾じゃないけども、はい、やったとしたら、それは1000人、2000人絶対来ると思う。そうですね。で、来て、まあ一人10万円にして、3000人来てくれれば3億でしょ。そして、そこから、選挙できますね、そう、衆議院選挙に代表選手を送ると。うん、まあ1区とかね。うんうん、1区とかね。あ、違うか。それは冗談だけども、そうやって出せば、絶対面白いよね。いや、まあ面白、まあ別に私も一国民として聞いてるとしたら面白いですね。でしょ。そういう意味で、比例でやっぱり1人や2人復活できる。国会にも足場ができる。うん、で、都議会にも足場を作る。まあ、例えば5人でも10人でも、もし当選したら、そら、都知事にとっては鬱陶しい存在ですよ。ね、今は、犬の遠吠えのように外からわーわー言っててもね、全然不満点には届かないけども、その中に足場作るわけだから。それで、次に、ね、当然、参議院選挙もあるわけだから、はい。僕は参議院選挙は本人が出れば一番いいと思ってる。うん、東京選挙区で言ったら、はい、それはそうですね。絶対当選するだろうし。そうすれば、結構、ね、東京のローカル政党が生まれるわけで。まあ地方で出たいっていう人が来るかもしれないけれども、それはどうなるかわからないにしても、よっぽど優秀な人材が集まるんだったら考えられるじゃない。そしたらこれは大きなムーブメントを作れる、一つの波を作れるチャンスかもしれない。思いますよ。で、日本維新の会は申し訳ないけど、今もう本当に規制政党になっちゃったと。やっぱりベンチャーだったはずなんだと。そのベンチャーの生き生きとしたね、やっぱりこのエネルギーが今、なんかちょっと見られなくなってきてんじゃないのかな。って思うんで、まあ、まさに石丸
こそがベンチャーだというふうになった時に、今の20代30代40代は多分そのままついてきてくれるだろうなというふうに思ってるんですよ。いや、そうだと思います。しかも多分今まで政治に政治家やろうと思わなかった優秀な人材が入ってくるような気配がしてならない。そうそう。だからやっぱ私もそうですけど、今の政治家好きじゃないんですよ、基本的には。でしょ。私たちの世代とかって。もうそうですよ。そう。だからそれをどうにか壊して、でもそこの、まずやっぱ、石丸さんって人がまあやっぱ言うのをためらうようなこともちゃんとはっきり言う。でもみんな思ってる。うん、そう。だからみんなの代弁者として、でも政治家本来そうあるべきなんで。彼がマスコミに対して厳しいのは、うん、マスコミって何なんだと。いや、そうなんですよ。日本の政治とマスコミが日本の国をこんな悪くしちゃったと。ね。それが、それこそ通俗番組ばっかりで、日本人がみんなバカになるような、ね、番組ばっかりやってる中で、アメリカにしろ、どこにしろ、みんな経済成長してね、一生懸命イノベーションして、頑張ってきてるのに、日本人だけぼーっとしちゃったわけじゃない、この30年。はい。それ誰のせいなんだと。政治家が一番悪いけども、次に悪いのはマスコミだろうと。うん。ねえ、もっともっとマスコミがしっかりとした情報を提供してれば、日本人もっと変わってたけれども、本当になんか、要するに視聴率稼ぎのね、そうですね、ことになっちゃってると。だからダメなんだ、という話なんですよ。だから、彼はそこへの怒りを持ってるから、ねえ、AKB かなんかの女の子が発言した時に、はい、いや、なんでこの子にさせるんだと。うん、ねえ、そんな、我々は真剣勝負で答えようと思ってるのに、はい、真面目にやる気あるのかっていう態度を取っちゃうわけですよね。あれ見て思ったのは、石丸さん真面目すぎるなと思いました。そうそうそう。はい。真面目すぎて、でも言ってることは、私は結構正しいと思っちゃって、うん、もう論理的に考えて、母性のことやってるのに、その質問はおかしいんじゃないっていうのは、まあ、その後の対応はね、もっといいやり方あったと思いますけど、いや、本当真面目だなと思います。ね、で、しかも、武器を。2時間の間ずっとインタビューが続いたわけよ。ハードですね。彼にとってみたら、ね、初めの頃は全然相手にしなかったのに、ね。本当ですね。最後になったらなんでこうなの？もう落選してから来るんだよ。本当いう気持ちもあるわけだ。絶対あると思います。あと、やっぱメディアはどうにかするべきだと思うし、ウェブが増えてきて、メディアの質も下がっているから、でも、今国民はメディアのその情報に踊らされてしまうんで、石丸さんみたいにやっぱ一度叩き直そうって言ってくれる人が出てくれるのは、すごい日本にとっては将来的にはいいと思う。いや、そうなんですよ。僕らは石丸さんがどうあろうとかってあんまり興味ないよ。でもこの日本の政治にとって ね、うん、今何が必要なんだ、うん、で政治に少し関心がこう高まってる時にね、まあ、本人がこれから選択をしていくわけだけれども、はい、まあでも日本のためにもう一暴れしないと、ね、この国は良くならないなって思ってるわけですよ。いや、藤川さんもワクワクしますね、うん、底辺にあるのは、はい、愛国心と危機感ですから。いや、そうですね。愛国心と危機感がなかったら、こんな損な役割する必要ないんですね。本当ですよね。いろいろ。もう時間がないんでね。ないですね。本当に10年、20年の間に日本なんとかしなかったら、はい、もう全然、ね、隣の大きな国の属国になってもおかしくないような日本になっては困るわけでね。はい。そのためにも危機感を感じるし、愛国心があるがゆえに、損得抜きで、いっぱい頑張ってほしいなと思うんで、もうこのチャンスがあるならば、やっぱりこのチャンスを掴んでいかなきゃならないだろうなと、まあ思ってるんですよね。いや、藤川さんの今後の活躍も、乞うご期待ということで。いやはい。本日本当にありがとうございました。いや、とんでもありません。本当に。ぜひこれからもよろしくお願いします。こちらこそ、頑張ってください。お願いします。はい。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。東京都知事選の総括はさることながら、藤川氏はいつも、ウィットに飛んだ話をされ、面白いなと思います。話の中で印象的だったのが、日本のためにもう一暴れしないと、この国は良くならないと思ってる。と言っておられたこと。石丸氏と立場、年齢は違えど、その目的は今、同じところを見ているように感じます。今回の東京都知事選、藤川氏が選挙参謀を務め、そして、石丸真嗣を信じたからこそ数々の奇跡が起こり、私たちもそれを目撃することができたのだと思います。本当にありがとうございました。皆さんはどう思いますか？よければコメント欄で意見をお聞かせください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。 I
べぼう。